セントポールはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の6番艦。艦名はミネソタ州セントポールにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。セントポールは1943年2月3日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社においてロチスターの艦名で寄港し、1944年9月16日に ジョン・ジェイ・マクドナープ人によって浸水する。1945年2月17日に、アーネスト・エイチ・フォンハイムバーグ艦長の指揮下収益した。カリブ海での成長後、セント・ポールは1945年5月15日に、マサチューセッツ州ボストンを出港し太平洋に向かう。6月8日から30日まで、真珠湾から訓練を行い、7月2日に、 第38任務部隊に合流した。部隊は7月23日に海上での補給を完了し、日本の本州に対する攻撃の準備に入る。7月24日から8月10日まで、セントポールは航空母艦の護衛を担当し、関西機部隊は、クレ、神戸、関東地方への空襲を行う。続いて、マイズルや本州北部の飛行場に対する攻撃を行った。 この間にセントポールは工業地帯への艦砲射撃も行っている。7月29日の夜には浜松の繊維工場に8月9日には釜石の成功所を攻撃した。釜石への砲撃は太平洋戦争における主力艦艇による最後の攻撃であった。台風の接近により航空攻撃は8月11日から14日まで取りやめとなる。 8月15日に日本は降伏し、すべての作戦は停止した。セントポールは1978年7月31日に除籍され、1980年1月に売却された。セントポールは、第二次世界大戦の戦考で1個の、朝鮮戦争の戦考で8個の、ベトナム戦争の戦考で9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。